皆さんこんにちは、日本人の神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年、7月の18日、ウクライナとロシアの戦争のニュースについてなんですけども、その関係の、動画をアップロードしますが、まずはこちらを見てください。あの戦争は一体いつのものなのかは正直わからないんです、私の方では。もともとソビエト連邦というものが、1980年代にありまして、私が学校教育を受けていた中学生の頃の、地図で、それはしっかりと、掲載されています。で、そのもっと以前まで遡ると、1900年の頃からロシアという国の領土はそのソビエト連邦とほぼ同じだったんです。ですので、ソビエトが崩壊して、アフガニスタン云々とかの、いろんな、話はありましたが、ニュースの仕組みとして、さも今起きてるかのような放送をされてるニュースがあるんですけども、これは、私なんかはテレビに向かって、話しかけて、それが相手に、伝わったりする、そういうシステムが淡井圭介の場合は用いられています。で、その政府、国会議員の方たち、総理たちが淡井圭介のことをどれぐらいの物事の件で扱っていいのか、立場として、私は30歳ぐらいの頃から弁護士さんなしで裁判を買ったりしています。自分で訴状を作ったりとかはできます。で、法的知識はある程度はあります。そこと世の中の実態とか今までの判例とか、六法全書とかを見てある程度覚えても、それは裁判で通用するかどうかまだわからない段階なんです。相手もどういうふうな事情が出てくるかわからないですから。ただある程度はっきりした内容っていうのははっきりとわかります。で、その国際司法裁判所等があって、昔のそのロシア関係の戦争の件を、一般人のものである人間からの意見を反映しているのかもしれないです。これは、これなかなか話信じてもらえるかどうかわからないんですけども、今から本当の話、真実をお話しいたします。今年か去年の NHK の日曜日の朝の、9時から10時までの政治経済を扱う番組で、自民党としてテレビに出られていた方、韓国の現在の大統領のユンさんとそっくりの方なんですよ。で、声を聞いた限りでもユンさんと同じ声だと思います。流暢な、日本語をお話しされています。これは実は各いろんな国の政府でそういった方たちいらっしゃるんですよ。もともと日本は韓国と併合していた時期があって、その政党をずっと遡ってですよ、今の自由民主党も自民党も、自民党のことはね、長い名称で言うと自由民主党っていうんですけども、第二次世界戦争の後なんですよ、その名称の政党が出来上がったのは。で、韓国と併合されていて、その頃のその政党がどうだったとか、その後どうなったとか、その辺の経緯等があって、ユンさんは自民党という立場なんだと思うんですよ。で、これは、国間同士で、争ってるわけじゃなくて、お互いの国で意思疎通を図るときに、しっかりと人間関係がなかったら、やっぱりいろんな話が出てくると相手のことを信用しにくい部分があります。ですので、もともと人間関係があった人間が、世界中のさまざまな方たちと、政府上層部に上がっていくような形になっています、党という形でね。で、そのユンさんが、その時はまだ、
この人見たことあるな程度だったんですけども、その時にお話しされている内容で、まあ、戦争のニュースの件などについて、まあ、例えばアラブの春というニュースを放送していましたけども、あれは第4次中東戦争でオイルショックの前の頃の戦争なんですね。で、ですので私が生まれる前なんですよ。1977年よりも前です。1972年ぐらいの頃にオイルショックがあって、まあその少し前ぐらいかそれぐらいの頃の、戦争のことだと思われます。これね、もう一体いつから何がどうなっていたのかっていう、その詳細自体がその当時にはっきりしたことがある程度の部分はあるとは思うんですけども、細かい部分まで多分そのぐらいの時代だとないと思うんですよ。今の現代社会でも情報がこんがらがっているのが、これが現実ですから。で、そのユノさんに向かって、その昔の戦争をさも今起きたように、放送しているのは、これは一般人からの意見とかを何か聞いて対応するためなんじゃないですかと、国際司法裁判所でって。そしたら、よくご存知ですねっていうことをおっしゃってきたんですね。これテレビに向かってそのはっきりものを申し上げる方法っていうのは、まあテレビに出たりとかして、もしくはいろいろな、まあ普通に働いていてもそういう話は聞くと思います。まあテレビに出ていたら、まあ電波でいろいろ聞こえてくる。で、それは未来からへの脳へのアクセスが基本であって、もしくはその未来から過去のコンピューターにまずアクセスして、そこを中継地点にして電波でその時代の人たちに声を届けている可能性、これもあります。コンピューターが神がかり的な力を使える以上を、様々なケースが考えられます。以前私のホームページ、淡井圭介の履歴に一時記載していたんですけども、言葉の数だけ事象がある。こういうことになってくるんです。ですので、まあ、一要素だけではなかなか物事は決まらないですよ。いろんな要素が物事にありますから。だからそういうことを踏まえて、対応していかなければならない。なんですが、私も昨年の、まあ、4月5月それぐらいの頃まではそのウクライナとロシアの戦争についてね、これもどうせフェイクニュースなんでしょって、今起きてる戦争じゃないんでしょっていうことは言ってたんですよ。で、報道ステーションの、出演者の小木さんはまだロシア側ですとか、まあ、僕のね言ってる内容とかを、受け止めて言ってるんですけども、肝心かダメの話が抜けてるんですよね。いきなり昔の戦争の話をされて意見を求められたところで、昔も僕20歳ぐらいの頃そういうふうなことをされてたんですよね。その神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務していて、皇室の方たちとかその当時の、国会議員の方たちとかにお会いして、まあ裁判所関係の人たちも一緒に仕事場で働くような形になって、もうその当時から国連の上層、まあ国連の、まあ、上層部、その当時の国連の総長から、まあ、議長ですね、まあ淡井圭介のことは知られていたみたいですね。だからそれは未来から僕からの声でそういう認識になったのか、その当時から政府を通して伝えていたのかどうかというところなんですよね。だからちょっとその辺の実態も解明するの難しいんですよね。その頃の政府上層部、要するに総理だった方たちとかで、今でもご存命の方ってまずいらっしゃらないし、ご存命であったとしてもその認知的な部分がね進んでいたりとかで、しっかりとその辺のことがはっきりと、言うことができないとか、そういうことは考えられますので、まあその頃の、僕の年代に近い方たち、いや、まあ今の総理、いや、まあ、麻生太郎さん、いや小泉純一郎さんも今どうなんでしょうね。まあそういうふうな人たち、
淡井圭介と実際会って話したことある人たちで、国会内で淡井圭介の件でどんなようなことが話し合われていたとか、そういうふうな話が分からなかったら、なかなか分かりにくいっていう部分はあります。肝心要の、その国際司法裁判所で、そもそもその戦争について、何らかの判決があったのかどうか、それすら我々には分からないじゃないですか。テレビのニュースで根本的に抜けているのは、国際司法裁判所のニュースなんですよ。ここ近年で見たことないでしょ、皆さん。NHK のニュースウォッチ9と報道ステーションとワールドビジネスサテライトを一応、名頭してるんですけども、まあ、ある程度早送りで見たりとかしています。重複してるニュースに関しては。だけども、国際司法裁判所の判決によるニュースというものがまず見当たらない。全く稼働してないわけじゃないでしょうからね。まあ、国際スポーツ司法裁判所の方のニュースはたまに流れますけども、まあ、情報は余計に積み上がりますからね。どこかでその歴史判決に関しての歴史を公開しなかったら、物事がずっと定まらないでしょう。そういろいろ言い分はあるでしょうし、なんかちょっと日本に置き換えて考えるとよくわからないんですよ。だから1900年に一応一つの国でロシアとしてその後ソ連とソビエト連邦となる国として、一体となっていた。まあその後分裂とはあったにせよ、どこからどこまで本当に戦争していたんですかっていう謎はありますよね。例えば今更日本で関東と関西に分かれて戦争なんかするわけないじゃないですか。それと同じで、ちょっと考えにくい事態ではあるんですよ。だから、第二次世界戦争の頃は、まあ、学校の教科書では第二次世界大戦ですけども、第二次世界戦争の頃は、やっぱり資源の取り合いなんですよね。まあ、第一次世界戦争、がもう少しその前から、まあ、厳密にとも1700年代から、そのスペインや、ポルトガルや、フランス、イギリスがアメリカの方に、領土進出を広げていて、で、まあ、資源の獲得に、のために移住していた。オーストラリアももともとヨーロッパの方たちが移住していますから、だから、ずっと昔から資源の奪い合いで戦争は第二次世界大戦の頃までは起きていたと。まあその後、まあ朝鮮半島でああいうふうな戦争があったのも事実であって、今は北朝鮮と韓国に分かれている。まあベトナム戦争も事実としてありましたし、まあアフガニスタンもそうなんでしょう。ユーゴスラビアが分裂したのもソビエトが崩壊した後ですから、あんまりね、その政府上層部と今まで関わってきて、はっきり私としても、これは裁判所の裁判官の方たちとかも同じだと思うんですけども、情報量が積み上がると手に負えないんですよ、人間の方が。で、これは世界中の国とのその友好関係とかもそうなんですけども、大体ある程度近隣の国とか昔から付き合いのある国を軸にして動かなかったら、あんまり多くの国とお付き合いしようとしても無理があるんですよね、本当に。今国連加盟国は196カ国ぐらいじゃないですか。いつの間にかたくさん分裂していると。もしくは、まあ、インドネシアの東側の方のいろんな諸島とかあるじゃないですか。ああいったところが、まあ、政府
を受理されたケースとかもあると思うんですよね。まあ僕は若い頃とかは国連加盟国は180カ国ぐらいだったんですよ。いつの間にかそうなってるっていう部分があって、まあ、把握はできない。これが現実なんですよね。だから僕もずっとニュースを見ていたりだとか精神病院に入れられたりとかで結局感覚がおかしくなってしまって、ロシアとウクライナの戦争がさも今起きてるかのような錯覚をしていた時期にそうなってしまうんですよ。だからテレビっていうものは強力なマインドコントロール装置であって、嘘を放送することによって世の中いろんな物事を歪められてしまうっていうこと、これが事実なんですよね。だからそこで字幕つけてるんだから、その国と関わってきた人たちや、まあその語学大学を卒業された人たちが責任を持って、でその国の法律用語まで日本語に訳してそれも失敗しないようにそれをしっかりと字幕としてテレビで放送してもらわなければならない。まあ、こうなってくるともともとテレビのチャンネルは多すぎるんですよね今の現在は。で合併するのがやっぱりちょうどいいと、まあ、そういうふうな考え方になります。フジテレビとテレビ朝日、日本放送も株式会社いわゆる日テレですねと TBS が合併と。で、まあテレビ東京、まあ日経新聞系列ですけども、まあそこが地方のテレビ局、例えば関西で言ったらサンテレビだとか、まあ神戸市にそのまあ本店があるんですけども、サンテレビの、まあ京都とかああいうふうなあたりを放送とかある程度の範囲で放送してるんですけど、まあ、四国は四国であるでしょうし、九州は九州であるでしょうし、テレビ東京のそのまあ傘下に入るような形で合併ですね。そうすることによって例えばね、これは今の現在の例えば日テレもそうだし、フジテレビもそうですし、フジテレビは関西では関西テレビっていう名称なんです。テレビ朝日さんは、関西だったら、朝日放送、 TBS は関西では毎日放送、まあ毎日新聞の系列ですから TBS さんは。でまあ朝日は朝日新聞、まあ日テレは読売新聞ですね。関西で阪神タイガースの試合を行っていて、向こうは、関東の方では、まあ、読売ジャイアンツの試合とかを行っていたりだとか、テレビの放送の仕方って昔から実はそうなんですよ。だから正直僕サンテレビの放送に関して阪神タイガースに関する放送ぐらいしかまず見ないんですよね。で他に特別何か見る番組があるかというとない。で視聴者が聞きをばらけすぎて人口は少子化に向かっている。まあ昔から銀行も合併を繰り返していて、証券会社もそれでどうにかしてきた方で、それはもう今の現在のテレビ局にも当てはまることであって、でまあ新聞社もこれで合併されて、発行部数とかもともと合わさるものですから、合併社もお客様の顧客、抱えてる顧客は同じになる、合算されるわけですから、すぐにその首金の話、まあ解雇の話になるわけじゃないんですよ。でそれはテレビ局も同じですし、ただテレビ出演者とかにいろいろ問題がある場合は次々と辞めていってもらいます。制作人の方たちにも大きな問題が見受けられる場合は辞めていただきます。でそういった方式を用いなかったら、もともとエロ業界というものは暴力団系なんです。暴力団がエロ業界を仕切ってるんです。で、1956年に売春防止法が出来上がっているので、それまでの時代がいかに腐敗した世の中だったかっていうのはよくわかるかと思います。で、もともと政府上層部の人間とかがそういうふうなところと関わっていた。これが現実なんですね。で、そこには政権争いとかがあって、まあ暴力団が動いてた部分も昔はあった。
私が生まれる前ぐらいの頃ですね。で、芸能界事務所とかに対して発砲事件とかがあって、まあ、どう見ても映像を見たら、まあ、これぐらいの花が、貫通して、窓ガラスが割れてますから、まあ、周りがちょっと亀裂が入って、まあ、銃撃ち込まれたんだろうなっていう、まあ、第二次世界大戦があった後ですから、いろいろ銃が出回ったり、今でも猟銃なんて、この間インターネットで調べたら、12万丁以上出回ってるんですよ。だから本当は、警察官が、政府が、まあ、あと自衛官も、手空いてる人がいるんだったら、その、猟銃持ってる人で、ね、もう高齢者になられてる方結構いらっしゃると思うんですよ。例えば65歳以上とか、もうそういう人たちは強制回収と、あと、東北や北海道で熊が出没するんですけども、そういった人を、そういったところにその狩りに行かないんであればね、もう銃を取り上げるとかね、まあそういうふうな形で早急に動くべきだと思います。ちょっと話がだいぶそれてしまいましたので、まあこの辺ぐらいにしておきますけども、まあとにもかくにもそういうわけで、まあホームページ、淡井圭介の履歴に、ウクライナとロシアの戦争をという、まあ、YouTube にアップロードしている一覧表というところで、その欄を作っておきます。で、そこに私が今までアップロードしてきたその内容を見ていただいてね、その嘘のニュースがいかにえげつないのか、残酷なことをしているのか、むちゃくちゃなことをしているのかっていうことを、まあ、皆さんでご理解していただけたらなと思います。それではこの辺にしておきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あと、アフリエイトというものをしていまして、まあ、YouTube の一覧表の、各欄のところの下とか、ホームの下の方のところに、まあ、いろいろインターネット関係で物の売買ができるような、欄があるので、もしよろしければそちらをご利用してください。それによって、まあ、私の人生少し、報われますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。